します。はい、グローブライドの相馬です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初登場です。はい、じゃあ自己紹介お願いします。早稲田大学4年の白石光です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。彼がここに来た時に、もう僕はもう某方のちょっといろんなこういう思惑をちょっと感じ取っておりました。ちょっといつもメンバーが違いますね。メンバーがいるのに出ないです。顔ぶれが今日はちょっと違います。スペシャル。今日も勝たせてくれないって。勝たす気がないだろうと。白石プロはプリンスしか使ったことがないというプレイヤーで。それすごいですよね。すごい。プリンス愛が。まあ今早稲田大学って自己紹介ありましたけど、11月にプロ転向して。もうプロとして活動スタートして、はい、まあ、これから卒業したらもう本当に大活躍する僕らの期待の星です。頑張ってね、はい、めっちゃハードル上がってる。高校の時にインターハイ3冠取ってて、うん、でその前は、全中と全日本ジュニアと MUFG とかあと全国選抜とか、なんか一般的な、なんかよく知ってそうな名前がなんか片っ端から出てきた気がするんですけど、全部優勝そう、はい、絶対片付けてないテキストリームのツアーオレンジになったじゃないですか、はいはい、あれをまあ中学時代使っていて、高校になってファントム出た時から、初代のファントムからずっとファントム使う。プロ転向して全身、まあ、アパレルからまあ、フットウェア、それからラケット、まあ、全てプリンスで我々と契約して、で元々白石選手、まあ、全部プリンス使ってもらってて、で、まあ、あの大学入った時に、まあ、ちょっと大人の事情で、まあ、ありますよね、はい、フットウェアは、まあ、他社のもの使われてたりしましたけど、またね今回こよなく愛していたツアープロ Z の新しいものを、前も Z 入ってたもんね。 Z 入ってました。はい、これに関しては僕すごいカラフルなのが好きなの。、ま、見た目から入ったね。それでも重要だよね。見た目は重要、結構大事だと。このすごいちょっとピンクが入って、ピンクが結構好きで、すごい僕は気に入ってて、見た目の通りっていうか、まあ、がっちりしてるんで重いかなと思いきや結構動きやすくて、はい、ぴったりマッチしてるかな。うちのセールストーク全然入れ知恵してないんですよ。全然入れ知恵してない。ウェアは、ウェアの方も結構なんだ、派手なのが多いイメージがすごいあって、うん、で、まあ、大学4年間着れなかったっていうのがあったんですけど、その4年間の間で僕が思うにもっと派手に今日も白石くんの前着たウェアイメージでピンクを用意しました。いやそうなんですよ、ピンク。僕これ12歳以下の全日本ジュニア優勝した時にこういうウェアだったんですよ。ピンクがすごい好きで、その12歳の時はそれをずっと着てて、多分決勝も着てたんじゃないですかね。着やすさっていうのはあんまりブカブカしてないじゃないですか、ピタッとしてるんで、それもすごい良くてって感じです。で3月で卒業すると、はい、もうずっと海外。卒業しなくても来週から行きます。あ、もう海外。来週からすごい、すごいタイムリーですね。1ヶ月くらいチュニジアに。チュニジアに行こうと思います。なんか次撮影に協力してもらう時があると、多分どこどこから帰ってきましたらパターンですかね。そうです、あの、はい、今日も教習所と海外の隙間を縫って来てもらったんです。教習所明けなので、今日しかない。すごい。そうで、明日本免許の試験。ガチじゃないですか。標識にしか目がいかない。街歩いてる。2週間やってないです。おチャンスかもしれない。っていうか自力が違うから、自力がチャンスかもしれない。よく言うわ。車の練習ばっかりしてるから。ラケットじゃなくてハンドルに見てます。2週間やらなかったの人生初めてなんで。そりゃそう。あんまりじゃあ怪我もしてない。怪我しないです。しないね、はい、それすごいわ。年間通して離脱するっていうのが多分今までこんな試合出てて過去ないんで、スキップした大会が多分ないかもしれないです、ね、アスリートだったら重要なことだ。重要なとこですよね。怪我少ないのは重要、怪我ないのは。いろいろ気をつけてるところもあると思いますし、それでもすごいですよね。いや、いっぱい努力してる。今実際自分でね使ってるファントムはどう？まあ、簡単に言うとイメージは打っても入る、どんなに振り切ってもコートに収まってくれるっていう感覚がすごいあって、なんで迷いなく
打ち抜ける、そのスライスだったりボレーだったりっていうそのテクニック的な面で使いやすいなと思ったんですけど、それにプラスファントムに変えてからは攻撃的なテニスっていうのも結構しやすくなってるなと思ったので、あ、そうですね、攻守できますよラケット。これ世の中のラケットだとさ、やっぱり少し薄めの方じゃない、でも、はい、結構飛ぶでしょ。飛びますね、はい、飛ぶ、まあ、伸びて伸びがいいかもしれないです、うん、結構その、まあ、部員とかとやってても伸びがすごいいいって言われるので、バックハンド特に回転はかけやすい、かけないんですよ、あんまりかけないよね回転集団だそれもちょっと後ほどじゃご披露していただくということで、はい、超自信作って言ったの実は2種類しかないんですよ。そうですね、でそのうちの一つはこれだから、はい、もう一つは97の 300g。 白石選手はちょ結構こだわりが強くて、最初のファントムって実はグリップがレジテックスプロシンセティックグリップだったんですよ、うん、でやっぱりその感触がすごくこだわりがあって、今も市販のものはレジテックスツアーってベースがレザーのちょっと固めのなんですけど、このグリップテープのオーバーグリップの下はあのレジテックスプロ、元に戻してるんですね、うん、昔のずっとその、ずっとそれ使ってます。オールラウンドのファントム100と、もう振り抜きのファントムの O3 と、それから F1 があるんで、せっかく今日来てもらったんでちょっと後で試していただいて、ね、打ち比べをしていただきたいと思います。一応ファントムシリーズさっきちょっと説明がありましたけど、まあ、普段使っているトラディショナル、はい、O3 で F1 という順番でいきたいと思いますので、はい、あの前だけであれですけど、とりあえずあのセッティング同じにしたので、ちょっとこっちで打ち比べをお願いできますでしょうか。ストリングスは全部あのファントムタッチ17を全部48ポンドで張り上げてます、はい、すごい簡単に当たったな打ったら終わりじゃない。前掛けはガット良かったです。ガット良かった、そうこれ言ってましたね、ガット良かったって、ね、ガット良かったです。まあ全般的にスライスとかボレーとかテクニック的なショットは打ちやすいと思うんですけど、シンプルに。でも多分このラケットってことを考えると、結構自分から打ちに行きたい人、攻撃型になりたい人は結構その打ちに行くときに怖がらずにでも入るんで、多分振り抜いたときにだ結構攻撃しやすいかなって思います、うん、そうです。フラットってやっぱ基本的に伸びちゃう、あ、抜けちゃうとか伸びちゃうっていう表現がしますよね。抜けちゃうイメージがあると思うんですけど、結構収まるで、そういうプレースタイルの人でもいい感じにベースラインから本当にこの1メートルくらいのところにコンスタントに、うん、なんかフラット系のイメージがね意外と新鮮だったかも、まあ、そうですね、あのショット意外と続きまして、はい、じゃあアナーキー O3 3つ当てたいっていう思いが強いおぉ、すげえ、やっぱ音がピュッてなるね。すげえな。その次に O3 にバンって変わって伸びました。うん、飛ぶってさっき、うん、飛ぶボソって言ってましたよね。飛びました、ね、飛んだし伸びました、うん、すごい。なんで、まあ、相手からしたら結構こっちの方が嫌かもしれないですね。すごい伸びてる感覚自分でもあったんで、受けるとこっちよりもこっちの方が伸びてるのかなっていう。でもちょっとホップしちゃうイメージが自分の中だったんで、ちょっと力を抑えて、僕の回転かけれないばっかなんでちょっと抑えないと入んないかなっていうのを思いましたけど、すごい厚さが薄いのに飛ぶ、はい、そうですね、はい、うん、そうです。だから飛ばなくて悩んでる人、だからサービスラインよりやっぱり
飛ばないっていう、浅くなっちゃう人、浅くなっちゃう人にとったらいいかなっていう感じです、はい。これを飛ぶと評して次に F1 が来るんですね。飛ぶ。やっぱり飛ぶんだ。F1 で全部飛び方変わりますね。F1、めちゃくちゃ飛びました。めちゃくちゃ飛ぶ。確かにあのボールの飛び方もちょっとこう本当に綺麗にまっすぐというか少し上目にピュッて飛び出てる感じはありましたね、はい、オーバーのちょっとミスという感じでしたけど、 その前も本当によく飛んでましたね。でもっていうかそれで途中からちょっと修正したんですよ、うん、もうちょっと威力をかけて上から打ち下ろす感じで打てばこんぐらい飛ぶってことはすごい威力のあるボールが打てるんじゃないかなと思って結構全体重乗せて解放する感じで思いっきり打ったら結構いい質の球がいったのですごい体重を乗せて打つと威力がすごい出る。だからなんか変に抑えて打つと伸びちゃうけど振り切った時にすごいいい感じに落ちる。感触は？あ、柔らかかったです。すごい柔らかいんだよね、はい、これね結構ね、これちょっと誤解されがちのラケットで硬、うん、いイメージになっちゃってるんですけど実はこれ打感結構柔らかいんですよ、うん、力が伝わらない人これ、はい、力が伝わらない人って結構やっぱ楽だなっていうのが一番感じたので結構その力がない女性の方だったりそういう人はすごい楽にずっとプレーし続けられるかなっていう結構なんか自分から力を出さなくても恥く感じなので、うんうん、すごい、まあ、高い打点とか特になんか力入りづらい人とかはすごいいいのかな。終了です。終了です。監督のタイミング。前だけで最後あの1個狙ってもらいますか。前だけで前だけで行きますか。結構バック長く持ってます。グリップ長いっす。そうですよね、はい、結構下の方持ってつながってます。そう、超特徴があるんだ。そうなんだ。後でつながってます。ゴルフみたいな。おお前立てが一発で当たりました、ね、ちょっとエクストラチャレンジがありましたからね。すごかった。やっぱりすごい。これダメだよ。やっぱりこの後だからあれはミキーさん頑張って返すんだよ。無理だよ。あのまっすぐな弾道でね、バックのフラットの弾道ね、あ、回転かけないって言ってるボールの意味が、はい、あの生で見てよく分かりました。あのバックのグリップが結構特徴的だったのはどうやって持ってるんですか。長く持ってますよね結構。あと重ねちゃってます。しかもかぶかぶる、ね、かぶってる。ゴルフみたいな、ゴルフみたいな感じですね。本当にもうまっすぐなんでくっついてるの日本で僕だけかもしれない。すごいですね。なんかくっついてる。だからこれは本当におすすめしたいです。みんなおすすめしたいね。やってみてほしいです。結構安定します、うん、これがもう1個の手みたいな。うーん、1個の手。あ、でも本当、まあ、でもちょっとゴルフの握り方みたいなイメージになるのかな。ゴルフめっちゃ下手ですけど。あれあれ、ファントムシーズの打ち比べという形で、はい、お話をいただきまして、ちょっとまた続きがあるということで、はい、またちょっと引き続きですけど、はい、ご協力いただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ちょっとコードが不快でした。